にちは、現代のもののけ姫ことまこです。今日はですね、こちら箱根のですね、ターンパイクの入り口に今来てて、今日は SSP さんの活動の中で箱根のこのターンパイクを貸し切って、下半身麻痺の人とかね、が走るっていうイベントに今日はお邪魔しております。私自身実際 SSP さんので走ったことはあるんですけど、今日は見学で初めてこの箱根のこの山道を皆さんがどういう風に走っていくのかっていうのを、まあ、イベントごと紹介しながらやっていこうと思います。では行ってみましょう。はい、じゃあ始めちゃいます。はい、じゃあこれからここのね、箱根のターンパイクを走る人へのインタビューをしていきたいと思います。はい、ご紹介お願いします。中ちゃんです。中ちゃんです。中ちゃんさんは私のその車椅子100人の動画にも出ていただいた方だったんです。今さっきお会いしてびっくりしました。はい、中ちゃんさんはバイクは怪我する前は乗られてたんですか？そうですね。バイク乗ってました。この大きいやつ、こういう攻める系のやつですか？攻める系のやつ。で、SSP を初めて、まあ、その体験したのはいつですか？去年の鈴鹿の開催の時に参加させていただいて、で、初めて、まあ、事故から初めてバイク乗らせていただいて。事故は何年前だったんですか？ね、ちょうど7年ですね。え、じゃあその鈴鹿の時に初めて、あ、7年ぶりにバイクに乗って乗れました？最初はね、ちょっとつかめなかったんですけど、うん、ほぼほぼ2時間ぐらいで乗れるような、うん、最後はもう普通にこう、そうね、いい道で、で、それからの今日箱根、うんうん、どうですか？ドキドキ。ドキドキ。え、その現役と怪我する前は箱根は攻めてました？攻めるけど走りに来てました。こういうあの有料道路とかスカイラインはやっぱり走ってましたね。激走を頑張って取れるように。よろしくお願いします。はい、ちょっとじゃあ終わったら楽しかったなっていう感想を探しよう。はい、取らせてください。はい、はい、じゃあ頑張ってください。ありがとうございます。じゃあ一年間の終わりました。どうでしたか？ね、最高です。いや、すごかった。なんかもっと、まあ、なんかもっとゆっくり来るのかなって思ったんですけど、もうパッと見誰がその何ですか、障害ある人が乗ってるか分かんないんですよ、ね、から見て。 それくらいも普通に皆さん乗ってたので、はいはい、まあ、唯一ちょっと手振るのに躊躇してる人がそうかなっていう感じ。そうやっぱ話せないのかなっていう。あれ、でも下りの方怖くないですか？そうだね、怖いっていうより体がこう前に体重がかかるんで、はいはいはい、すごい腕が疲れる。結構帰りはしんどかったです。また会ったら来たいですか？あ、もちろんそうですね。なんでもないな。はい、すいません、で今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。またよろしくお願いします。よろしくお願いします。お、そろそろか。あ、いってらっしゃい。SSP さんの活動では多くのボランティアさんが力を貸してくれます。
新婚の奥様が後ろを追いかけます。旦那さんのバイク姿は初めて見るそうです。なんと2人乗りで峠を走ってもらえることになりました。動かないから大丈夫なんですか。やめてもう。次行ってこう。マジでお疲れ様です。私も乗りたいって。あれちょっと待って。していてめちゃくちゃ気持ちよかったです。すごい綺麗ですね。めちゃくちゃ綺麗綺麗。峠を下ってきた時は海や街並みが見えてとても綺麗でしたし、ちょうど夕暮れ時だったのでより一層もう景色が最高でした。いや、それはありますけど。でもなんかずっと集中がボスかは心配ですから、ね。ああ、そっかそっかそっか。はい。じゃあこれで。はい。危ない。危ない。危ない。大丈夫。大丈夫。すみません、お待たせしました。ありがとうございました。イエーイ。よかったです。ありがとうございました。お疲れ様でした。いい経験でした。富士山とかって言ってました。富士山綺麗だな。月が見えるのも後ろの人の特権ですね。海は見えるし。綺麗だった。ありがとうございます。二血を体験させてもらいました。下半身麻痺の人が二血するのも多分今までにないんじゃないかなと思いましたけど、意外と安定しててめちゃくちゃ楽しかったです。今度は私が運転をして箱根を登って下ってできるように頑張りたいと思います。まあ、今回はですね、 JK さんの補助事業も含めてこの SSP のこの箱根のね、キャンパイクがやれたので、また皆さんからもっと知ってもらって来年も
また大きく大きく開催できるように私もいろいろ周知頑張りたいと思います。でまた、JK さんの YouTube がありまして、そこには SSP さんの活動もありますし、他の団体さんの活動の動画もたくさん載っているので、ぜひご覧ください。はい、ということで、この動画が良かったなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録もよろしくお願いします。本日も最後までご視聴ありがとうございました。